血友病 A は、血液凝固ダイエート因子の遺伝的欠乏症であり、出血の増大が引き起こされる。ほとんどの場合、影響を受けるのは男性である。X 染色体劣性遺伝する形質であるが、自然突然変異による症例も存在する。血友病 A の出血の治療と予防には、ダイエート因子製剤が利用される場合がある。血友病 A の症状という面では、 内出血、または外出血が挙げられる。血友病が重症であるほど出血も重度で、高頻度となり、軽症の血友病患者では、手術や重篤な外傷の後を除いて症状は、軽微である。中等症の血友病の症状は様々であり、重症から、軽症の間で、スペクトラム上に出現する。関節法採血時の出血時間の延長は、 血友病に共通の初期兆候であり、こうした兆候によって血友病の血液検査が行われる場合がある。他の人々、特に中等症、または軽症の血友病の場合では、外傷が最初の重篤な出血につながることがある。血友病では、一般的外傷による出血時間延長のリスクが大幅に増大し、 重症例では出血は明確な要因がなく、自発的に生じる場合もある。出血は体内のどの部分でも生じる可能性があり、殺過症や浅い列症による表面からの出血時間は延長し、フィブリンの欠乏のためかサブタは容易に崩壊し、再出血が引き起こされる可能性がある。体表からの出血は煩わしいものであるが、 次に挙げる部位での出血はより重篤なものとなる。筋肉と関節の出血は血友病の指標となり、消化管と脳の出血は他の血液凝固障害とも密接に関連している。一般的には命に関わるものではないが、関節内出血は血友病の最も重篤な症状の一つである。関節法への出血の繰り返しは、 高級的な関節損傷や外観上の問題を引き起こし、慢性的な関節炎と機能障害につながる。関節の損傷は、関節法への出血の結果ではなく、その治癒過程によるものである。関節内の血液が体内の酵素によって分解される際にその領域の骨も分解され、大きな痛みを引き起こす、要出典医学。治療上の問題の一つとして、 頻繁なダイエット因子の注入によって、ダイエット因子に対する抗体が形成されることが挙げられる。患者の体内では、自身のダイエット因子は産生されないため、体は注入されたダイエット因子を外来性因子として認識し、抗体が形成される。血友病でかつ補充ダイエット因子に対する抗体を持つ患者の出血の治療には、 活性化第7因子の注入が行われる。高校症状は複数部位からの頻繁な出血で特徴付けられ、抜死後の破肉出血としてよく見られる。症状は血友病の重症度に依存している。重症血友病の場合、患者は生涯を通じて複数の高校内出血に悩まされる可能性がある。血友病患者は 日常的な処置が命に関わることになる可能性があるため特別な患者群として扱われる。すべての血友病患者の約14%、軽症の血友病症例の30%が重篤な高校内出血後に早期診断が行われている。最も一般的な出血部位は唇小帯と舌である。 X 染色体連鎖劣性遺伝血友病 A は、X 染色体連鎖型の劣性遺伝する、形質である。女性で発症するのは、ほぼ接合型となった場合のみであり、血友病の男性と血友病、または、キャリアの女性の間の娘でのみ見られる。しかし、X 染色体の不活性化のために、軽症の血友病 A が、 ヘテロ接合型の女性でも生じることが知られている。そのため、キャリアである可能性がある場合、手術や他の重大な出血を伴う事象の前には、ダイエート因子と第9因子のレベルを測定しておくことが推奨される。血友病 A の人々の約50%は、機能不全型のダイエート因子が産生されることが原因であり、残りの人々は十分な量の 第8因子が産生されないことが原因である。重症血乏症の人々の45-50%で同じ変異が生じており、第8因子の遺伝子内の逆位により、タンパク質の産生が完全に消失している。血友病は様々な変異によって生じる可能性があるため、初期診断と分類は遺伝子診断ではなく、タンパク質の測定によって行われる。しかし、 血友病の症例が特定された後の家族の遺伝子診断は推奨されている。患者の約30%には家族歴がなく新規の変異によって生じていると推測される。血友病性関節症の X 線像、血友病性関節症の X 線像、側面血液凝固検査において、 プロトロンビン時間と出血時間が正常で、部分トロンボプラスチン時間の延長が見られる場合に、血友病が疑われる。PTT 検査は、血友病が示唆される場合に最初に行われる、検査である。しかし、診断が行われるのはダイエット因子のレベルが、極めて低い場合のみである。家族歴が存在する頻度は高いが、必須ではない。近年では、 血友病を発症したり受け継いだりしているリスクを調べるために遺伝子検査が利用される。血友病への診断は重症度の診断も伴っており、血中で検出される活性型で機能的なダイエート因子の量に応じて軽症から重症の診断がなされる。ダイエート因子のレベルは一般的には個人の障害を通じて変化しない。 重症の血友病 A が最も一般的で患者の大部分を占める。軽症の血友病では重篤な外傷、抜死、手術などの場合を除き、出血症状はほとんど、または全く見られないことも多い。多くの異なる変異が血友病 A を引き起こすことが知られており、ダイエート因子の遺伝子の変化や、その結果生じる、タンパク質の変化は様々である。 血友病を抱える人もある程度の活性型凝固因子を持っていることも多い。活性型因子が正常レベルの1%以下の人は重症血友病に分類され、15%は中等症、5-40%は軽症に分類される。最も一般的な鑑別診断は第9因子の欠乏症である血友病 B と ダイエート因子の適切な機能に必要なフォン、ウィリブランド因子の欠乏症である、フォンウィリブランド病の二つであるが、血友病 C も考慮される。デスモプレシン重症血友病の人の大部分では、組み換えまたは、血小濃縮ダイエート因子製剤の上脈注射による定期的な補充療法が必要となる。予防的治療の計画は、極めて多様であり、 個別の状況に応じて決定される。小児の場合、外傷を伴う静脈加入レソーニュを最小化するため、容易にアクセス可能な静脈ポートの埋め込みが必要となる場合がある。こうした装置によって、週に何度も注射のために静脈を探す必要がなくなる。しかし、こうした装置によるリスクも存在し、最も問題となるのは感染症である。 研究によって異なるものの一部では感染率が高くなることが示されている。こうした感染症は通常抗生物質の静脈注射によって治療されるが時には装置の除去が必要となる。また他の研究ではカテーテルの先端で血栓が形成され使用不能になるリスクがあることも示されている。重症血有病の一部や中等症から 軽症の血友病の大部分では、定期的な予防治療は行われず、必要時にのみ治療が行われる。軽症血友病では、多くの場合、血管壁に貯蔵されているダイエット因子を放出する薬剤であるデスモプレシンによる疾患管理が行われる。下肢層神経ブロックは、筋肉内への出血や、休止後すきや、 翼特化学好での血腫による軌道の問題のリスクがあるため適切な補充療法によって凝固因子のレベルが上昇した後でのみ行われるべきである科学神経ブロックの代わりに歯根膜内注射や骨内注射も考慮されるべきであるアルチカインは科学急止の麻酔のために強速侵順によって利用されている絶速侵順は 血管が豊富な部位への注入となり、また針が骨に隣接していないため、適切な因子の補充が必要となる。2017年12月、血友病への治療のために、新たな遺伝子治療が利用されたことが報告された。オランダの2つの研究では、血友病患者の長期間の追跡が行われている。どちらの研究でも血友病患者では、 ウイルス感染症が一般的に見られ、輸血を頻繁に行うために、HIV、B 型肝炎、C 型肝炎など、血液感染する感染症にかかるリスクが高いことが示された。1992年から2001年まで患者を追跡した最新の研究では、男性の平均余命は59歳であった。 基地のウイルス感染症を除いた場合の平均余命は72歳で、一般集団の平均余命に近い値である。死因となった症例の26%が a ズで、22%が C 型肝炎である。血友病 A は男性5000人に1人の割合で出現し、一方血友病 B は男性3万人に1人の割合である。そのため、 血友病の85%が血友病 A であり、15%が血友病 B である。ありがとうございます。